おい、どこに行く気だお前。いや、ただ立って待ってるだけだったんでな。勝手に持ち場を離れるな。この一帯は俺が配置を割り振っている。従ってもらおう。わかった。やっぱあれだな。昔どんだけ偉かろうが、年食うと惨めなもんだ。あの堂島の竜でもな。桐生一馬、東条会の元四代目会長。もう3年前か。あんたの死を偽装するとき、実は俺も一枚噛んでいてね。面倒な仕事だったよ。まだ礼を言われてないな。どうした？別に隠さなくていい。俺たちは今同じ組織にいるんだし、たかがヤクザ一人、生きてようが死んでようが実際誰も構えしない。それより俺は興味があるんだよ。伝説の極道っていうのが本当に強いのか。要は町一番の喧嘩屋さんだろう。例えば俺たちみたいな本物相手でもやり合えるのか。なるほどな。何かだ。持ち場に戻った方がいいのか、それとも喧嘩を買ってやりゃいいのか。俺はどっちでも構わねえ。よし、そう来ないとな。お前、相手がヤクザだからってあんまりいじめるな。少しは手加減してやれ。伝説の竜がそんな弱いわけないだろう。もしそうならこいつこの先どんな顔して生きていけばいい。ああ、本当にそうだな。よーし、いいな。じゃあ最初はゆっくりと右のパンチから行くか。間違っても一発で倒れるなよ。行くぞ。この野郎ぶちのめせ。おん。聞いてたより楽しい仕事じゃねえか。
バカな、この人数を一人で。お楽しみだったようですね、皆さん。ではそろそろ持ち場に戻っていただけますか。幸いトレーラーの到着が少し遅れているようです。皆さんのお戯れには目をつむっておきますよ。あなたもテクニカルな格闘が板についてきましたね。どうです、合理的に敵を無力化するのは。ストリートファイトよりスマートでしょ。寺ごもりの暇つぶしに覚えただけだ。今の喧嘩もただの暇つぶし。この先の俺の人生もな。喧嘩を生きがいにしてた人の気持ちは分かりかねますね。だったら余計な口挟まねえことだ。以後気をつけましょう。上流。ええ、はい。ところでいいのか、俺の素性は。もうみんなにバレたみてえだぜ。問題ありません、外部に漏れさえしなければ。あんたは時々大道寺って組織を過信しているように見える。組織に完璧なんて求めてもいませんが、それでも東城会よりはマシでしょう。ん？2年前にカムロ町の浄化作戦で一掃されましたね。都知事は産経作戦と銘打って。あの時は東城会の会長や幹部たちが真っ先に失踪。今では代わりに関西の近江連合がカムロ町を乗っ取っています。その引き金を引いたのは東城会の一幹部に過ぎなかった荒川真澄。たった一人の裏切り者によって崩れた東城会は本当に脆弱な組織でした。我々もせいぜい学ばせていただきましょう。一応言うと銃返ってくんな、あんた。ではこれ以上悪く言うのはやめておきます。あなたが組員として人生の大半を捧げた組織ですしね。俺だけじゃねえさ。俺にとって大事な人たちはみんな東城会と切り離せない人生を送ってた。それが煙みてえに消えたなんて、どう言われても実感が湧かねえ。これを言って慰めになるか分かりませんが、うん、ヤクザが大っぴらに生きていける時代はもう終わりました。あなたがいたところで東城会は消える運命だったと思います。今関西から押し寄せている近江連合にしても、いずれは同じ末路でしょう。時間の問題です。あんたの言う通りだった。何がです？確かに何の慰めにもならなかった。それは残念です。